はい、速稼塾の久保です。今私はですね、防衛白書ってものを見てるんですよ。皆さん防衛白書っていうのは聞いたことぐらいあると思いますけども、無料で PDF でダウンロードできるってことをご存知の方あんまりいないと思うんですよね。防衛省のホームページからこれはダウンロードできるわけなんですけども、もちろん書籍として買うこともできます。私はですね、防衛省のホームページからダウンロードしてきました。例えばね、トップページはこういう風になってますね。はい、じゃーんと。平和を仕事にする。かっこいいですね。戦闘を仕事にするわけではないんですよ。平和を仕事にするんですよね。で、他国との共同訓練っていうところも書いてますけども、やっぱりね、日本っていうのは、この戦闘機ね、アメリカと同じ飛行機を使ってるところ、まあ憧れますね。戦争に憧れるってわけじゃないですよ。こういった何かを守るために、自分のね、精神とか肉体とかを鍛え続けるってとてもかっこいいじゃないですか。それをしてくださってるのが、まあ自衛隊の皆さんですよね。日本では自衛隊。でもこれでも本当にね、他国でいう軍隊と同等かそれ以上の力を持ってますよ。人に言わせれば、日本の自衛隊ってのは世界でもトップクラス、4番目か5番目ぐらいの強さとチームワークに維持されてるそうなんですよ。すごいですよね。予算がだいたい5兆円ぐらい使われてるんでしたっけね。毎年。もっと使ってほしいと思います。災害派遣にも、もっとね、自衛隊の皆さんにも安心して安全に、職務に当たっていただきたいですしね。で、しっかりとした階級制度もあります。本当にね、私たちの国を守ってくださる、ありがたい存在だと思います。なのに、あまり報われてないんですよ、はっきり言って。ね。だって、憲法9条のおかげで、撃たれるまで撃つなっていうね。これも無茶な話なんですよ。最近は河野防衛大臣は、防衛のために先制攻撃を仕掛けることも防衛の一部だ。みたいなことをね、ちょっとこれ言葉違うかもしれませんけども、私の捉え方では、先制攻撃も防衛のうち、攻撃が最大の防御っていう捉え方になってきてるのかなっていうふうに感じさせるね、こともあるんですけども、いや、まさにそうですよね。だって、ミサイルがこっちを向いてるときに、もうこっち向けるなとかね、ちょっとそれ叩いてくぞみたいなことでね、やっぱりね、向けさせないってことも大事だと思うんですよ。PDF ファイルね。結構いい表紙ですよね。かっこいいし。で、これは2枚目なんですけども、何が書いてるかなと。はい。防衛白書の目次ですよね。ワクワクしますね。これ見るだけで。どのぐらい、自衛隊っていう組織がね、私たち国民のことを考えていてくださってるのか、私たちが普段自衛隊を意識してない時でも、自衛隊は私たち国民全員を意識してます。で、非常に感動的なエピソードがあったんですけども、この自衛官をね、身内に持つ元自衛官のお父さんが、子供たちじゃないわ、自分のね、現役の息子にこういうふうに言うわけなんですよ。多くの人と触れ合って、多くの市民と国民と話をしてくれと。そして、あ、こういう人守っていきたいなっていう人と出会ってほしいっていうふうな思いを込めてるそうなんですよ。いや、感動じゃないですか。確かにね、自衛隊っていう組織は普段自衛隊員同士で関わりがあるんで、ちょっと一般の感覚とね、意識が離れることもあるかもしれませんけども、だからこそ国民と触れ合って、市民と触れ合って、あ、こういう人たちを守っていきたいなってね、思っていただきたいですし、私たちもそう思われるような国民でいないといけないなと思うんですよ。なんでもね、安保反対とか、じゃあデモ起こせばいいってもんじゃないんですよね。はい、それで私が注目するのはここですね。中国、対中国に対することが書かれてますけども、19世紀以降の反植民地化の経験は中国国民の国力強化への強い願いとナショナリズムを生んでいるっていうふうな書き始めですよね。で、たくさんのことが書いてあるんですけども、ここにね、早速出てるのは、国家情報法とかね、この NGO なんとかっていうのがありますけども、ここの国家安全法ですよね。これ、この前香港でも施行されましたけども、ひどい目に遭ってますよ。もう私たちが知ってる国ではないですよ、香港ってのは。香港ってのはね、ジャッキー・チェーンの映画でもよく出てきて、希望と金融と夢に満ち溢れた香港ドリームとも言えるようなね、そんなアジアの本当中心地ですよ。あんなにちっちゃい都市なのに、あれほど世界に知られてるね、ところってのはなかなかないと思いますけども、でもそこはですね、もう香港は、以前の香港ではないです。完全に民主主義を弾圧された、本当にね、中国のね、一部になってしまいました。で、残念ながら、私たちはもう香港に行くことはないと思います。
いやー、すごいですね。とにかく、習近平国家主席。で、この防衛白書には、中国に対してどういうふうに警戒するべきかってこともきちんと書かれてるわけなんですよね。で、こういうことまで考えて、自衛隊員の方とかね、自衛隊という組織、防衛省という組織は、やってくださってるんだなと思ったらね、本当にね、頭が下がるというか、もっと予算つけてって思いますよ。国民生活白書、総務省とかから出てますけども、そういったのも読み応えあるものなんですけども、私はやっぱりね、基本は防衛なんですよ。国が安全に保たれている。国民の生命財産を守ってくださっている。これは自衛隊にしかできないことだと思いますし、防衛省がしっかりとやってくれていることだと思うんですよ。ただ他の省庁っていうのはどちらかというと、国民の生命や財産に依存して、それを食い物にして成り立っているというふうに私は見えるんですよね。まともに税金を払って欲しくないなと思うのは、教育と国防、治安維持、この3つくらいじゃないかなと思うんですよ。それ以外はね、もうほっといてくれってことなんですよ。経済産業省とかね。ほっといてくれって、ビジネスのことは、商売のことは。商売のことは、我々ビジネスマンに任せてくれれば、市場が求めるものをね、それなりの価格をつけて、市場が求めてないものは消えていくっていう話なんですよ。それをね、なんか政策とか保護とかで守ったりとか、無理やり商売を慣れて出したりとか、GoTo キャンペーンとかやって、自分の意のままの組織にお金を配ったりとかするものではないと思うんですよ。そうやって経済を曲げないでほしいなと思うんですよ。で、軍事ってのは、国民の生命や財産を守るために、本当にね、一国民から立ち上がった自衛隊員さんとかね、こういった防衛省に就く方がやってくださってる。ある意味官僚組織でもあるんですけども、縦割りがしっかりしていて。ただやっぱりね、私が思うに、最も国民に近い組織なんじゃないかなと思うんですよ。私たちもいつも、いろんな脅威に怯えていますし、近隣諸国に不安を感じていたりとか、信頼を感じたりします。それと、ものすごくね、寄り添ってくださる組織、それが自衛隊なんじゃないかなと思いますよね。もっともっとね、この国民生活白書じゃないや、これ防衛白書ですか。こちらの方をね、読み込んで、こういった日々、国防に対して、意識を傾けてくださる方と語り合っていきたいなと思います。最近でもね、私の動画のコメントを書いてくださった方がいるんですけども、私ね、こういう方とね、触れ合えるのが、本当にありがたいなということでございます。私もこれからもね、情報発信によって、気づきやね、発見を多くの方に与えていけるようになりたいなと思います。それがひいては、国防につながればいいなと思うんですよ。今、危険なことが起きてるよと。危ない指導者を私たちは称賛してるよ、みたいなね。で、個人的になんですけども、最近ね、河野防衛大臣、いいんですよね。今までこんなに意識したことなかったんですけども、河野防衛大臣ね、総理になってほしいなと思いますよ。河野防衛大臣が総理になって、国防に対してね、強い意識を持ってくださるんだったら、それはね、消費税上がってもしょうがないなっていう気持ちはありますけども、その他の方がね、勝手な理屈で消費税語る、もう、あれで岸田政調会長とかね、ふざけんなと思いますよ。二階幹事長とかね、消費税上げるの苦労したんだとか言って、払う方が苦労したっていう話なんですよ。ということで、最後は愚痴になりましたけども、この国防について、我々もね、我々国民ももともと意識して、国を守ってくれてありがとうと、国民を守ってくれて、財産や山や川を守ってくれてありがとう、日本を守ってくれてありがとうという意識をね、高めていきたいなというところでございます。またこのシリーズやらせていただきます。それでは。